皆さんこんにちは、手そりです。今回の動画は少々長くなることが予想されますが、どうぞ最後までご覧ください。今回はタイトルにもある通り加古川線の旅ということで、今回加古川線谷川から加古川まで環状してきましたので、そちらの様子を見ていただけたらなと思います。現在乗っているのは福知山線、福知山行きのワンマンカーです。まもなく谷川という駅に着くところでございます。谷川というのは加古川線一番北端の駅ですね。加古川線の始点駅、終点駅となります。この谷川には、コウノトリか、コウノトリが止まるということもあるそうですね。すごい、道路と小さな民家、そして山々が連なるような223系5500番台のいい音を輝かせながら停車、谷川です。この駅では扉はすべて開きます。手動ですがね。さてここで行き違い列車の待ち合わせをしていたようです。向かい側からやってきたのも223系の5500番台と呼ばれる電車、両方ともがワンマン対応、そして2両編成で運行されており、福知山線などで活躍しております。非常にこの223系というのは多岐にわたりまして、2000番台1000番台たくさんの人を輸送するものから、このようにローカル線2両編成などで運行される223系、幅広いものがあります。さて時刻は14時49分、谷川駅へやってきました。谷川駅は JR 福知山線、そして JR 加古川線との乗り換え駅です。加古川西脇方面加古川線乗り場へと書かれています。今回紹介する加古川線というのも、先ほど言いました223系というグループの中であるようなものなんですね。さて見えてきました、あれが125系です。向こうに見えるのが加古川線125系電車、223系の中間車をモーター車改造したりして作ったやつです。川崎重工特有のこの四角いやつに、真ん中の中間車、223系の中間車の真ん中の扉が閉められています。125系電車。さてじゃあ車内へ入っていきましょう。これ223系改造されたものなんですが、車内は新しい雰囲気となっております。ですがこの押しボタンのところね、少し古いものになっております。座席はとってもふかふかでしたよ。赤色のモケットです。この電車は全車禁煙です。このように LCD というんでしょうか、電光掲示板がついております。3色 LED ですね。今いるのが谷川、そこから久留村を通って西脇市、そして終点加古川へ至るルートを今回乗っていきます。途中加古川という川に沿って走ることから加古川線と呼ばれておりますが、この辺りでは谷川という名前にもなるようですね。さて223系の運転台と全く同じようになっています。ここにいろいろ書いてありますが、やはりワンマン運転の対応がされておりますね。しっかりと運賃表の場所も書いてあります。内装のもともとの223系を少し改造したので、大体設備は似てるんですが、少々ワンマンに対応している部分もありまして、整理券を受け取る場所も設置されておりました。座席シートを見るとこのように、ここがロングシートで、その横がクロスシートなので、セミクロスシートっていうんですかね、そんな感じです。2プラス1列の3列シートです。さてここの125系なんだかね、窓が広いような気がするんですね。気のせいでしょうか、多分実際よりも少し広くなってると思いますよ。上の方を見ると、クモハ125-11。実はこれモーター車なんですが、223系のモーター車ではなく、少しね、モーターの量が減らされてるんですね、1両だけなので。
前側来てみるとこのように運賃箱を前に出すことができます。運賃表も左下に書かれていますね。普段運転席側は運転するときはこのようになっていますが、こちらに運賃表が、整理券を取って運賃表に従って払う人もいるようです。今はイコカなんかが簡易体改札機でね設置されているんですが、ここは謎の車椅子スペースなのかな、なんか空間がありました。そして向かい側にトイレと SOS のマークのやつですね、トイレが設置されていました。トイレのこのボタンも開く閉じるのボタンが少し古いやつですね。さてこのドアの乗務員扉の横に小さな窓がついているのも125系の特徴です。車内から見た感じはこんな感じです。223系の面影が残っていますね。やはりこのふかふかのモケットは気持ちいいものでして、向こう側には一列シートもありますからぼっちでも大丈夫です。車内放送が流れまして、加古川線は現在では快速運用というのはありませんから、すべて各駅停車になります。西脇市より北側はこの今乗っている125系がよく活躍していますが、西脇市より南側では125系と103系、その2つが同時に活躍していると、そういった感じになります。このように自動放送が流れております。まだ発車10分以上前ぐらいだったかな。ちゃんと丁寧に案内してくれます。優先座席や IC カードの使い方、西脇市より北側では使えない、運賃箱に整理券と金入れて、まあ、出てってねみたいな感じとか、いろいろちゃんとね丁寧に説明されておりまして、マナーモードに設定しろやめろみたいな感じですね。さて少しばかり待っていたらこんなものがやってきました。向こうから来たのは683系でしょうか。黒称号なんかにも使われているような車体ですが、こちらはコールトリゴーとして活躍しております。電車は5両編成、4両編成ですね。で到着、コールトリ何号ですか分かりませんが、後ろ側はグリーン車となっております。谷川にはこのように特急電車の一部電車が止まることに、まあ停車して扉は開くんですが、しばらく停車、多分行き違い列車の関係上でしょう。大阪行きとなっておりますが、これに乗ったら大阪へ帰れます。まあですがこれには乗りません。昔は自由席もあったんですが、現在では自由席はなくなりまして、もうシティ席とグリーン席だけになっております。そしてもう発車時間近いので、このようにもう車内に入っていくことにしました。奥側の電車は多分この125系が出るより後に発車するのかなと思います。もう閉まっているんですが、閉まるドアにご注意くださいと半自動ですが案内があります。そしてもう閉まったでしょうか。223系の空気ブレーキ緩解音を響かせて発車していきます。どうやら黒潮ではなくて、ね、コウノトリ号ですね。どうやらコウノトリ号はこの電車の後に発車するようです。加速がやっぱいいですよね、1両の単行の割には。多分加速度が 3.5 ぐらいあるんじゃないかな、223系なんで。次は小宮村、マップ切れないようにしようとしてる。めっちゃ明るくなっちゃいました。さて谷川駅を出まして、すぐに左カーブに入ります。ここから小さな川なんかを抜けまして、次は久留村という駅に停まります。基本電車のワンマン運転というのは後ろから乗りまして前から降りる、これが基本です。ですので運賃箱は前に設置されておりまして、運転手も一人だけで、車掌の乗務を行うということです。これ走ってるとね、端っこのね、この草のかすれる音が聞こえるんですね。ローカル線ならではです。さてしばらく走りまして、まもなく影尾村というところ、右側にはすごい大きな川が通っております。これは谷川か加古川かその辺だと思いますけど、奥の山は何なんでしょうかね。この辺は山がたくさん多く、そしてもう稲の田植えの時期なんですね。水が張っていることがよくわかります。もう田植えの時期にこの張っているところでこの加古川線を反射させて撮ったりとかしたら綺麗だろうなって思っちゃうんですが、そんな行動力ないので。しかも夏だと暑いし、ここなんか綺麗なんじゃないですか。もう田植え始まってますよ。さてドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きくださいという放送がありますが、もう間もなく久家村駅に到着です。加古川線谷川を出て一つ目の駅になります。
さて、久家村駅に到着。駅舎がまた面白いですね。コンクリート造りのなんかバス停みたいになっております。ここで一人の、ね、方が乗っておられるのを見ました。そして久家村駅舎です。次は船町口という駅に止まります。やはり何度見ても加速はいいですけど、このように前側見ると車内の運賃表、このように運賃が出ておりますが、90円です。何かわからない。ここからが加古川線の面白いポイントでもあります。走っているとこ下のあたりにコンクリートと木の枕木が混同しているのがよくわかりますね。そして右側よく見てみると、これは制限解除のマーク。そしてこの制限解除というマークがある先にですね、このように書かれております。25という数字が見えるでしょうか。これは速度制限25km/h で走ってくださいねという、そういう標識です。おそらくこの辺のレールが弱いんだかなんだかね、わかんないんですけど、あんまり高速で走ることは求められていないようなので、 R225 と書いてありますが、下り 10% 水、そのような標識も書かれております。ここを制限25ということで、25キロぐらいで走っていくわけですから、このように当然車にも抜かされるわけです。下の辺りを走る道路があるんですが、この道路から見るとですね、うわー、小川線おっせーなーって感じなんですよね。また車に抜かれましたよ。並走している道路があるんですが、それに負けて走っております。この25キロ区間っていうのは結構ネックになるんだろうな。ダイヤ設定上でも鳥が飛ぶ速度より遅いです。鳥って結構速いんじゃないかな。そしてこのように見えた制限解除マークですね、ここを過ぎると途端に加速をし始めます。今24キロぐらいなんですけど、29、32、235とこのようにね、速度が上がっていきます。そしたらもうすぐですね、船町口という駅に止まります。放送でも書かれました、船町口と言われております。加古川線はずっと加古川まで全線単線なのでですが、こう近郊区間内ということで、リコカなどは西脇市までが使えるんですけど、普通の切符でね、ここまでね、あの大回り乗車というのをすることができるんで、たまに利用させてもらっております。さて、船町口に到着です。左に大きくカーブしてから到着するのが見えます。船町口に停車、そしてすぐ発車。右側に通ってるこの小さい道路ですね、この道路船町口の横だから多分139号線とかだと思いますよ。139号線にはちょっと この辺からお世話になりますね。あとその後175号線とかそういう道路もお世話になるんですが、奥に見えてる川がありますのが分かるでしょうか。あの川は加古川です。あの加古川という川ですね、この下流の方に行きまして、瀬戸内海に注いでいるということですね。さて、またまた山の中を走っていきます。これ隣にね、ずっとこう294号線かが走ってるんですけど、これに並走する感じでこの電車もこのちょっと小高い丘のあたりですが走っているんですよね。これでも一応全線電化されているというから驚きでございます。なんか阪神淡路大震災というのがあった時に、ホームのあたりがすごい JR の線路とかも破綻した時にこの電車が役立ったということですね。谷川までこうバイパスとして使われていたということで、その時に多分その後に需要が高まって電化されたんですが、今需要があるのかはちょっと不明です。さて、まもなく本黒田駅になります。本黒田駅の周辺は本当に畑ばっかりですね。近くにあの 小学校かな中学校かながあるんですけど、それぐらいしか見当たるところが面白いものがないんですね。そう言ってる間に本黒田駅に到着です。本黒田駅では2人ほど見かけることができましたね。小さな集落みたいな感じで家々がポツンポツンと立っているので、この駅では比較的利用者が多そうです。さて、本黒田駅を発車しました。本黒田を出ると結構長い区間に入ります。次は黒田省駅、同じ黒田という名前が入ってるんですが、本日はすごい快晴ですね。次は黒田省です。ローカル線は少し高いので110円かかります。ここから谷川まで行くと、隣に見えてるのが加古川です。すごい大きな堤防で、なんか中洲みたいなところになってるのかな。中洲ではないのかこれ。さて、大きく左カーブして少し加古川からは離れることになります。ここから一直線の直線が続きます。加古川線でもなかなか唯一ではありませんが、なかなかね珍しい一直線の長いところになりますが、この辺りも全部周りが畑になっていますので、曲げる必要がないですね、山があるというのは。もうしばらくしたらちょっと左右に転々してくるんですけど、黒田省の手前ぐらいでしょうか、少し運転します。今大体時速は78キロぐらい直線区間で、多分この辺が加古川の一番らしく区間なんだろうな。加古川線の黒田省と本黒田の間ぐらいが多分加古川線の西奥州より
番速度が出たと思います。大体80ぐらいまで出すんでしょうね。さて、左右に家や道が見えてきたらもうすぐ船を出す証拠です。さて、少しカーブが見えてきましたね。このように道に沿って走ります。この辺は右側にフェンスがないので立ち入り放題ですね。もちろん立ち入ったら営業後みたいなので、営業後ですね、なんかに引っかかるんですけど、まあ、まなく黒田省です。黒田省の周りも意外とね、民家が立ち並んでおりますので、多分お客さんも何人か乗ってくるんじゃないかなとは思いますけど、多分この辺の人はみんな車生活なんだろうな。農家の人とかも多いだろうから、やっぱ農業してると車、軽トラとかがねやっていけないだろうしね。さっき黒田省駅です。加古川線沿線の魅力としてね、小学生がたまにすごいいっぱい乗ってくることがありまして、やはりね、小学校の校区が2駅3駅ぐらいあったりするんですよね。2駅ぐらいかなって思います。それぐらいある時があるとね、やっぱ電車通学っていうことになるんですよね、小学生ですら。僕にはちょっと考えられない次元の話になるんですけど、はい、このように見ていただければ黒田省駅なんですが、昔ここで行き違いができるような設備があったんですが、こういう撤廃されてしまってますね。左側にはね、木の枕木にレールが敷いてありまして、ホームの跡みたいな、ここにホームの跡があるんですね。まだ昔機動車が走ってた頃でしょうか。ちゃんと黒田省って書いてあります。もう旅客でここに入ることは絶対ないと思うんですけど、一応こういう設備はあるんですね。多分今は使われてないと思います。さて、黒田省駅を発車。黒田省の駅舎はね、少しおしゃれな駅舎でした。黒田省を出ると次は日本へそ公園という駅です。そうです、日本へそ公園と言いますから、日本のへそにあるんですね。日本のへそがこの加古川線にあるということで、この辺りから少しずつ民家や並走する道路が増えてきます。現在右側に走っているこの道路、この道路が右側ではありません、左側ですね。左側に少し見えるのが黒田省のへそからね、ずっと南の方を結ぶ路線なんですけど、それが294号線でした。県境一面挟んでから294号線が通ります。高速を使わない人はおそらくこっちが隣の170号線かなに通るんだと思いますね。さて、右に大きくカーブします。左側に山が沿っているのが分かりますが、この山を避けるためですね。そしてここからは右側に加古川が見えるんですけども、 T 棒のおかげでね、全く見えなくなっております。ぐーっと大きく右カーブしておりますが、すごいゆっくりになりましたね。こうやって見ると制限25、速度が25キロ以下で走ってくださいということです。加古川線はこの25キロ以下で走れというこのね、標識がいくつか立っておりまして、ローカル線ならではだと思いますね。これが制限解除のマーク。右側にちらっと見えるのが加古川という川ですね。ずーっとこれにもう沿っていきます。もうすぐ横に加古川があるんですけど、この右側にある木のせいで見えないんですね。残念です。大体日本のへそと言われてるね、史跡なんとかっていうのがあるんですけど、その日本のへそというのがもうこの走ってるところの右をスーッと通っていくんですね。日本のへそを誰が決めたんだって感じなんですけど、はい、今このこうやって右が開きましたよね。この右が開いたところのあたりが日本のへそらしいです。なんだろうな、不思議なものですか。そしてこの上に走る道路の高架を過ぎると、もう日本へそ公園に到着。日本へそ公園、不思議な駅舎をしてますね。加古川線でちょっとユニークな駅名です。美術館がすぐ隣にね、西脇市の美術館が併設されてるんですね。まあ小さいですけど、日本へそ公園大きな駐車場もあるんです。そこでも行くこともできると思います。まあ本当に公園しかないけど、ちょっと大きめの公園があるくらいです。加古川線沿線の人は遊びに行くのかな。さて、日本へそ公園を目指しまして、次の丸駅は日枝駅です。ここからもしばらく少しカーブを向けたら直線になるんですが、さて、まもなく日枝駅に停車いたします。ずっとこのような風景が続きますから、さすがに視聴者の皆さんも来てくると思いますが、さて、日枝駅です。日枝駅も少し小高い丘みたいなところにあるんですが、あんなちっちゃい駅なんですね。まあ、1両止まれば十分ですからね。さて、日枝駅に到着です。日枝駅もこんなちっちゃい駅舎があるのかないのかもわかんないような場所になるんですけども、次は新西脇という駅に止まります。駅名表見たらわかるんですよね。さて、加古川線は大きく2つの区間に分けることができます。まあ、実際言うと3つの区間に分けることができるんですけど、今回は2つの区間ですね。谷川から加古川までの道、加古川側、南側ですね、ここ北側に分けることができます。北側は今走っている谷川から西脇という場所までです。そうです、西脇市を分岐点に電光系統が分かれておりまして、西脇市より東側、北側、そして南側、このように分けられますね。今北側走ってまして、次は新西脇、その新西脇を出ると西脇市と行くようになります。この列車は西脇市です。西脇市は、3分間に乗り換えてですね、東
側まで直通する電車に乗ることができます。新入社のためなら少々長い区間で走っているとまたまた制限25キロローカル線で25キロ制限です。もうこのノロノロしたあたりを走るともう次新入社は止まるかなって、この25キロ制限はここで終わりかもしれません。この辺で25キロ制限を歩めることになります。この辺りのトイレ南側も25キロ制限は駅の手前ぐらいにしかない。もちろん分岐制限とかではあると思いますが、今のところこれぐらいしかないので、加速音がまたなんか不思議です。ローカル線の音じゃないです。利用者を騒がしますと変化されちゃってますので、残念無理に通っている公開するのが変動になります。新西脇駅に到着です。新西脇でいうともう西脇市という駅になりまして、この辺りは兵庫県の西脇市という場所にありまして、東川線沿線では、まあ、結構栄えている場所に入ると思います。周辺には、まあ、畑もありますが民家が多くなっていますね。多少の飲食店や、食べるところ、それから食料品を買うことができる場所もあるようです。西脇市新西脇、新西脇に停車。この次が西脇市です。この電車の終点に新西脇駅を発車。新西脇駅を出るとすぐに先ほどまでずっと並走してきた川にぶち当たります。右側を見ていただくとこのように川が見ることができます。この川が右側です。今渡っておりますね。これが西脇駅です。こちらが富士山、大きな川ですね。兵庫県でも有数の川です。これが瀬戸内海に続いています。大したものですよね。西脇市駅に停車です。予告信号が斜めの表しているので制限45の注意というマークが現れることが分かります。範囲45キロ制限があります。こんなところに信号機あるのがすごいな。民家の畑に食い込んでいる。さて ATS のアラームが鳴りまして、次が停止信号であることを表します。前に止まっているあれ103系電車ですね。あの電車に乗り換えていきます。あの電車で今度加古川まで直通するのであれに乗り換えるんですけど、制限35、実際は25です。さて、停車です。西脇市駅までやってきました。西脇市からは103系という、国鉄時代に作られた電車に乗り換えます。この新しいからのから古いのに乗り換えるんですが、向こう側はですね、2両編成と少し乗る人が多くなってまして、そちら側はね、たくさん乗れるように設定されています。さて、降りてきました。こちら103系に乗り換えます。これを開けると扉が開くということで、車内はね、ロングシートになっておりまして、先ほどの、電車とはちょっと打って変わって、上の方を見てみると分散式のクーラーなどが見えますが、はい、このように丸いクーラーが特徴です。103系の面影をしっかりと残しておりますね。向こう側が先ほどまで乗ってきた125系電車、1両編成ですが、今僕が乗っているのは2両編成です。作られたのはこっちの方が50年ぐらい古いですけどね。50年は言い過ぎか。で、ドアも、窓ですね、窓も少し小さくなっておりますが、これは中間車に運転台を取り付けたものになりますから、通常の103系とはちょっと違うんですが、103系に変わりはありません。ということで、103系3550番台に乗車し、ここから加古川へと向けて走り始めます。前に見えている信号は青を表示しておりまして、この先行っていいよということになります。もう間もなく発車。さて、ここから加古川線の旅後半がスタートしていきます。先ほどまで乗ってきた125系とこの西脇市駅でお別れします。この列車は加古川行きワンマンカーですという放送が鳴りました。さて、ここからも加古川線は全線単線ですので、単線区間に入ります。もちろん行き違い列車がこれから増えてくるため、途中駅で行き違い設備のある駅で行き違いをするといったことの光景も見ることができると思いますよ。さて、発車して間もなくかなりのスピードを出してきました。昔大阪環状線の主要路線、それから JR 神戸線などの主要路線で使われていた103系、現在では223系、211系の JR の最新鋭の列車に置き換わっておりますが、当時通勤通学をさせた列車でもありまして、首都圏を走っていた時の力が今でも出せるということがわかります。さて、西脇市を出て次は滝という駅に停まります。
駅名の漢字は滝、一文字、田舎の映像ばかり見るということになってしまいますので、視聴者の皆さん飽きてね、寝ちゃうということが起きるかもしれません。この辺見てみると、ここに行き先の表示が書かれております。ここに普通、加古川駅、回送とかね、薬人、ワンマンとかいろいろ書かれております。さて、もまなく滝駅に到着です。ここからは2両編成以上の電車が止まる、そういった対応しているホームになりますので、ホームが少し長い駅が目立ちます。2両編成、まあ4両編成も止まれるのかなと思います。そうですね、4両も止まれる大きさを備えている駅がここからは続くことになります。滝駅です。イコカの IC カード簡易改札機も設置されておりまして、ここから南の区間はイコカの範囲内ということになります。さて、放送でも聞こえたように、ドアは自動では開きませんと案内がありました。そうです、125系と同様、ここから103系の区域でも、まあコロナの問題があるとはいえ、あのドアはワンマンのためね、1両目の後ろ側ドア、前側ドアを使って、開け閉めすると、それを半自動でね行うということになるそうです。さて、滝駅を発車しました。次は何駅に止まるか、滝の駅、さて放送でもありました滝の駅に到着します。この辺りの地形というのはですね、山々が連なっているのですが、そんなに高い山ではなく、少し低めの山がゴロゴロといる感じで、その加古川という川に沿って集落や住宅などがたくさん立ち並んでおります。それに合わせて加古川線も走っておりますが、加古川線ができたのも結構古い時期ということになりますので、その古い時期の後にできた住宅なんかは、この加古川線、今乗っている電車に合わせて地形が、作られていると、そういうことになります。さて、そうやって話している間に、次の駅、滝の駅に停車します。この辺は兵庫県の加東市という場所、ここでもいくつかのお客さんがいらっしゃいました。さて、滝の駅を発車、次は八代町に停まります。さて、何回も言いますが、ローカル線ならではの直線区間が続きまして、もしかしたら僕が知らないだけで第2種第3種というものがあるのかもしれません。この加古川線では第1種踏切というものしかありません。さて、カーブに差し掛かりまして、右側に田園地帯が見えております。さて、八代町に停まります。八代町の近くにはですね、少し大きな工業地帯っていうんですかね、工場が立ち並んでおります。昔ここに凸版印刷の工場ができた時に、何かのネット記事かなんかで見ましたね。凸版印刷の工場が確かあったはずです。さて、八代町に到着です。電車は左側、まっすぐね、止まれるところに入ることになります。八代町の左側、このように丸い球体の駅舎が特徴になりますが、加古川線の駅舎はこのように色とりどりで面白いですよ。さて、扉が閉まります。これも103系らしいというんでしょうか。もちろん中間車なんで、そんなに面影を残しているわけではないですが、103系に変わりはありません。八代町駅を発車、次は青野ヶ原駅に停まります。放送で青野ヶ原ですと見た目がありました。この青野ヶ原と今現在出発した八代町の駅の間には、陸上自衛隊青野ヶ原駐屯地でしたっけね、がありまして、そこの脇を縫うように走っていきます。さて、前方に見えている小高い丘というか山のようなのが見えますが、この山の奥側に陸上自衛隊の駐屯地があるわけです。ここで左に大きくカーブします。次は青野ヶ原駅。さて、山々を少し抜けてきまして、平地に入ってきました。左右ともに田園が広がります。まもなく青野ヶ原に到着するといったところ。さて、青野ヶ原駅に到着です。この青野ヶ原駅ですね、徳川線の南区間、西脇市から南側の区間では、基本両線、単線ではなくですね、複線に、駅の区間だけ複線になるというところが多いんですが、ここは珍しく単線になっております。おそらく右側に見えるこう用地とかの関係もあるんでしょうが、右側にはね、もう複線化というか、行き違い設備ができるような場所が用意されていたので、ちょっと真偽が分からないですね。ここの区間を持って、多分 JR が持ってると思いますよ、ここの土地は。青野ヶ原駅を発車しました。次は川西に停まります。まもなく川西駅に停まります。このように川西駅も左側にホームがあって、右側にはホーム、線路はないので、単線、一面一線のホームになります。出入り口、駅舎は電車進行方向後ろ側にありました。まあ、川西を出ると、次は青という駅に停まります。こうやって見ると田園ばっかりで、なかなか風情がいいですよね。次は青駅に停まります。青駅では北条鉄道と神戸電鉄、青線かな、それがお乗り換えになります。放送でもありましたが、全ての扉が開きますという放送がありました。
なんか外で救急車が鳴っておりますが、気にしないでください。次の青い駅は神戸電鉄の乗り換え、そして北条鉄道の乗り換え、それが保証されていると言っていいのでしょうか。ダイヤはそれが乗り換えやすいようになっておりまして、北条鉄道では兵庫県の加西市、それから兵庫県の小野市、それから神戸電鉄の新海地方面に先に行けるよということで、神戸電鉄青線との乗り換えもできるようになっています。さて青駅に到着します。左の信号を見ると、緑信号とオレンジ信号、これで時速75キロ以下で走ってくださいねという意味だそうです。ここが信号はもしかしたらもうちょっと低いのかもしれないですけど、次が制限60、このカーブを走り切るためには60キロ以下で走ってくださいと、そういう標識になります。その先、右が今通過した信号が制限45、速度制限45キロマイル以下で走ってくださいねという意味です。さて青駅に到着します。右側に見えるあの紫色の列車ですね、あちらが北条鉄道になります。北条鉄道は電化はされていませんので機動車になります。最近国鉄型のギハ40が導入されたというので話題にもなった場所ですね。北条鉄道を見ていきました。この駅では2面2線の加古川線のホームに1面1線の神戸電鉄青線、それから1面1線北条鉄道の路線が乗り入れておりまして、簡易改札機で乗り換えができ、神戸電鉄の方は普通の改札機が設置されております。左側に見えている緑色の電車ですね、あちらが準急の新海中期かなになると思います。加古川線の中で薬人、青、西脇市、それから谷川と加古川ですね、そこが一番大きな場所になると思います。加古川方面からやってきた103系列車がこちらへ向けて走ってきました。向かい側の電車はここで対比というか、ね、右側の線路に移ることになりますので、少しゆっくりのスピードで入ってくることになりますが、あの電車が対比をしないとこの電車は信号が青にならないので発車できないと、そういうことです。ここで行き違い設備というものが活躍することになります。向こう側も2両編成ですね、加古川から西脇市へ直通する電車です。普通と言っていいのかな、同じ線内なので。さて、向かい側の電車も西脇市駅にやってきました。ここでは1時間に1回、このように西脇市からの電車、それから加古川からの西脇市方面への電車、そして神戸電鉄青線の電車、そして北条鉄道の電車が、一堂に会する、そういうことが行われます。これは1時間に1回行われる接続なんですが、利用者が乗り換えやすいように、そういうふうにも考えられているわけですね。左側には神戸電鉄青線の車両、あれに乗れば新海地方面へ先に着くことができます。左側に消えていくあの路線が、ここは加古川線とは別のまた神戸電鉄ということになります。さて青を出るともう停車駅は少なくなってきますが、小野町という駅に停まります。兵庫県小野市、神戸電鉄にも小野という駅がありますが、この JR の小野町と神戸電鉄の小野という駅までは少し距離がありまして、車でも5、6分かかると、そういった距離になります。さて次は小野町という駅に停まります。この辺りもすごい田園地帯ですが、次の小野町という駅と神戸電鉄の小野という駅は同じ小野という文字が入っているので、兵庫県小野市にあることがわかりますが、加古川と呼ばれるこの加古川線に沿っている川ですね、この川より西側と東側に分けられます。この川より西側というのが今走っている JR 加古川線の小野町駅、神戸電鉄の小野駅というのは川より東側、加古川より東側の地帯に住んでいる方がよく使う、そのような感じになっております。加古川を挟んでですね、橋が何本かかかっているはずなんですが、それを行き来するのが、まあ、大変というか遠いというか、川より東側か西側かというので、だいたい使う路線というのが決まってくるそうです。さてこちらも先ほど見たような一面一線の線路、小野町駅に停車です。この辺りからも住宅地は増えてくるので、乗降客数も少しずつ増えてきます。個人的な話をすると、兵庫県立小野工業高校というのがここの近くにあります。神戸電鉄の方が確か近かったかな、まあ、別にそこまで通ってるわけじゃないですけどね、僕は。さて小野町駅を出ますと、次は市場という駅に停まります。次の市場駅では、市場駅の、ね、駅前にグラウンドみたいなのがあって、加古川線でも加古川の、ね、重要な場所、加古川上流浄化センターというものがありまして、加古川市に流れる、まあ、上水道とかの水を浄化するためのセンターというものが設けられております。次の市場駅では神戸電鉄の市場という駅も同じ駅名として存在していますが、この市場駅と JR 加古川線の市場駅、ここの間で、ね、乗り換えが行われるということが多々あるんですね。
そこで乗り換える人たちのことを市場ダッシュと呼びまして、加古川を挟んで、皆さんダッシュして市場、隣の市場駅という市場から市場まで、ね、徒歩で移動するということになります。まあ、なかなかねそんなことする人は少ないんですけども、やっぱ一定数この方が楽だし運賃もかからないということで、市場ダッシュというものをする方もいるそうです。まあ友人の話ですが、僕はしたことはありません。僕がするとね、足が壊れます。そしてここから急カーブが入ってきますよ。制限速度 45km/h 以下で走ってくださいねという標識が立ち並び、市場までのすごい急カーブがあることが伺えます。さて市場駅に到着です。この駅は2面2線の跨線橋がある駅になります。この市場駅では加古川線では珍しく、東側と西側どちらにも出口があります。今入線したのは進行方向左側、東西南北でいうと東口方面になります。もちろん跨線橋で行き来することはできますので、間違ってこちら側に入ってしまった場合でも上り方面下り方面どちらにも乗れることになります。このように対比線というのでしょうか、速度制限がかかる側に止まりましたが、特にここでは対比というか違い列車はないようです。で、市場駅を発車しました。ポイントを通過するためそんなに速度は上げられないですが、次は薬人駅に止まります。次の薬人駅は、その薬人駅から伸びている場所に加古川線の車庫というんでしょうか、車両の場所がありまして、そこに125系エア103系の3550番台が、安置留置されております。次の薬人駅ね、停車前に加古川線の名前をつけた由来なんでしょうか、それをつけた、まあ、由来と言ってもいいでしょう。この川を渡ることになります。そこでまた多分絶景だと思うので見ていただけたらと思います。次は薬人に止まります。さてここから加古川線の絶景ポイントに入ります。加古川線の絶景ポイントといっても、何が何だかわからない方いると思いますが、加古川線沿線、また加古川線にまあ、ここの撮影地で撮ったことがある人はわかるでしょう。加古川橋梁の加古川を渡る部分になります。左に大きくカーブして加古川という川に対して垂直に進入していきます。さて見えてきました。右側左側ともに川が見えますね。ここが加古川橋梁で、加古川の橋梁です。ここは加古川線の中でも大きな撮影地として、まあ、認められておりまして、多くの方がここで撮るということが起きるそうです。おそらく今日この動画の編集の日もね、ちょうど DEC741 と呼ばれる車両がここを走ったはずなんですけど、その日も今日もね、たくさん人がいたと思いますよ。さて左側に見えているこちらの架線ですね、ちょっと勘のいい方なら分かりますが、先ほど言った103系や125系が置かれている車庫になります。ここが薬人車庫ですね。この薬人車庫が左側に見えて、そのように放送が流れてきたら間もなく薬人駅に止まります。左側のポイントに移ります。車庫はありますが、ここも2面2線の駅、ここもしっかりと東口西口と出口が2箇所あることになります。さて薬人駅に到着しました。加古川線の台を見てみると分かるんですが、この加古川から薬人の間というので走る列車の本数は2倍になります。ここではね、対比はね、行えませんでした。さて、薬人駅を発車。ここからは30分に1本、列車が出ていることになりますが、石垣島では1時間に1本のみ出ているそうです。ここで2倍になるわけですね。さて、薬人を出ますと、次は関野という駅に止まります。某有名鉄道 YouTuber さん、その名前の方がいますが、その方に、ちなんだというわけでは全然ありません。れっきとしたちゃんとした地名なんですよね。兵庫県加古川市関野町、関野町ですかね、という場所にあります関野駅になります。ここからは先ほど川を渡ったということを覚えていらっしゃるでしょうか。進行方向は右側に川が見えることになります。まあしばらくはねちょっと見えないと思います。川からは離れるもので、そして今右側に少し大きくカーブしているのが、左側前方にですね、大きなといっても少し大きな山があるということで、その山を迂回して走るような形になっています。そこにはね排水塔があったりするだけなんで特に何もないんですけど、神社が確かあったかな。そうですね、神社の敷地になるので少し避けて走るということになります。さすがの国鉄でもこの神社や仏様というものは避けて通らないといけないんだ。避けて通れないとちぎったらダメだね。避けないといけないですね。残念ながらトンネルを作るなんていうのは
本国側になります。さてこのカーブを抜けて少し走ったら関内に到着するという感じ。ここからは右側に少し見えていた雑魚川も離れていくことになります。関内駅に到着です。関内駅も少し栄えておりまして、2面2線の駅ながらに南口、北口と2箇所出口、入り口がございます。関内駅の、ね、駅前にも何やら多少の店なんかもありましてね、まあ行ってみたいところですが行く機会はありません。向かい側からやってきたのは125系列車、125系列車がやってきました。この125系列車というのは多古川線の中でも西脇より北側ではもっぱらそういうこと125系列車しか走っていきません。ですが時間帯の本数とか便によってはですね、この125系というのが薬人と加古川の間、西脇市と加古川の間を走るということも起きます。さて僕有名 YouTuber の方の、まあ、カンヌさんっていう方がいるんですけど、そんな方のお名前の駅を発車します。そんなこと言ったら怒られそうだな、何がカンヌなんだ、まあ、そんなことは気にしておりませんが、カンヌ駅を発車したら次は日岡駅に停まります。その次の停車駅日岡を出ると終点加古川に停まります。さて日岡駅に到着です。左側に見えている線路とは別に新しい線路が敷かれておりますので、最近改修工事かなんか行ったんでしょう。これにより多分速度制限がなくなったんじゃないですかね、まあ、どうせこの先、ね、日岡駅があるので変わりはないんだと思いますけど。で日岡駅に到着です。日岡はもう加古川市のちょっと北のあたりになるというだけですので何もないんですよね。この日岡の近くには日岡山公園というものがありまして、スポーツ施設などが立ち並んでおりまして、スポーツ大会などがここで行われるということもあります。またね一回なんだっけな、菊の展示、菊のなんか博覧会じゃないな、まあ、お花のなんか売ってるバザーみたいな、なんて言うんでしょうね、そういうのをやってた記憶があります。さて日岡駅に到着、ここも2面2線の駅になります。この日岡を出ると次は終点加古川に停まります。次は加古川駅に停まります。当チャンネルでもね多く取り扱っているような駅にもなりますが、加古川駅は2面4線の JR 神戸線12両対応のホームに加えて4両編成の停まれる、103系3550番台4両編成が停まれるような4両対応のホーム、1面2線のホームを構えております。ですから合計して3面6線ということになりますね。いつか姫路発の西脇市行きとかいうのができてほしいですけど、多分今のところそんな需要はないのでできないと思いますね。それをすると中間改札の意味がなくなるというのもあります。さてこの高架を上りまして加古川線唯一の高架になります。右に大きくカーブして JR 神戸線、 JR 西日本の東北山陽本線ですねと合流をしていくということになります。さて終点の加古川駅に到着します。加古川線の中で一番規模の大きい駅、新快速が止まる、そして快速、普通電車の起点駅、終点駅ともなり得るこの加古川駅に間もなく到着します。この加古川線の起点もこの加古川駅ということになります。左側には JR 神戸線で活躍する223系列車の発車をしてない、なんだろうな、遅れてるのかな、遅れてるでしょう、なんか遅れかなんかの影響でちょっと止まってるみたいですね、新快速。そして右側には普通電車が止まっております。あちらも103系列車。さて終点加古川駅に到着しました。では、ね、皆さんここまで長い間今回の動画を見ていただきましてありがとうございました。この電車は2両編成ですので2両停目に停まります。ご乗車お疲れ様でした。加古川駅です。ということでここ終点加古川駅までやってきました。加古川線の西脇市より南側では103系3550番台を多く用いることが多く、このように103系同士のこのような車両を見ることができます。もともとは103系の中間車を改造し運転台をつけただけなんですが、これにも歴史的価値はとてもあるようで、多くの方々がこの写真も撮りに来るということです。先日奈良線の103系も引退したということで、この加古川線の103系はもう貴重になってきた、そんな品々でございます。